今回は、ブルーロックマスコット選手権四天王に加わるべき候補について白熱する読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。ブルーロックマスコット枠四天王他メンバー追加の異論は認める。左上化け物すぎてめちゃくちゃ笑っちゃった特級呪物だよ。おい左上。なぎさんはちょっと、メンバー脱退の意見は認めますか？白ゴリラをマスコット枠に置くの何がし御曹司だけだろ。特級呪物混じってるんですが。左上入れるなら七星入れたいかな。なぎ八以下はだからな。レスしようとしたらもうレスされてたなぎ八以下はだからな。おぞましいマスコットだな。ちいかは、四天王なのに身人しかいないよ。左上どうした？なぎは審議。斬鉄とか七瀬を入れよう。は？なぎは可愛いだろ。おは御曹司。レオはなぎのこと可愛いと言ったことはない定期。あーごめんみなんなに愛されてるガガマルさんを入れるべきだったわ。マスコット採用できそうな熊の着ぐるみ着てるシーンあるしね、意義なし。ドクロ付きなぎが入るなら怪物と一緒バチラが入ったって良いだろ。このスレレオいない？大丈夫？なぎ主張はまず無理があるけど入れるならせめてもうちょっと画像の選びようはあったろ。なぎはレオの前でぶりっこしてるだけのデカツヨだろ。先生斬鉄とか七瀬とかを差し置いてドクロさんが入るのは納得がいきません。なぎは白くてでっかくて髪の毛がモフモフな感じがサモエドみたいだよな。レオはなぎのことをめんどくさ赤ちゃんと評しただけでマスコットとは一回もゲンってないんだわ。レオがなぎのことを赤ちゃんと思ってるのが公式になったの本当に面白かったね。我らが至宝がガマルを入れてくだせー。はぁ、なぎは不安でいっぱいなけなげなシーンですけど。前日タン出るまではこういうスレで双子をハムちゃんとして推薦してたんだがな。小動物は小動物でもタスマニアデビルみたいなやつだったね。レオの前でグリッコしてるだけの白ケッキングが何か？何を言ってるんだい。メイドバローこそマスコット枠にふさわしい男だ。メイドバローはヒロインだろ。今回のマスコットは癒されるってことなんで、メイドバローは確かに美しいんだけど癒されるとはちょっと違うじゃん。バロバロキュンで癒してくれるじゃん。本人に致命的なダメージが入ってるんですが、それはパートナーとの約束を叶えるためにキラキラした目で夢を語ってる名シーンだよ。イットでけなげで可愛いしマスコット扱いも妥当。何百回見ても左上のドクロ怖すぎるし、このオーラで夢を語るな。リンちゃんも入れてくれ。で、いいよ。大型中堅ロレンツォも入れてくだせい。笑顔が素敵なバチラオスカレこそマスコットの座にふさわしい。どっからどう見てもマスコットだろうが。左上が食べ残したステーキもぐもぐしながら美味しいしてる斬鉄の方がマスコットにふさわしいと思います。デフォルメ持ち出されたらみんなマスコットになれるんだわ。ゆるキャラ感あるだろ。そうだな。この顔本当に闇落ちしてる人間の表情じゃなくておもろい。全員現在の元の画像を見せてくれ。なぎは白くてふわふわでマスコット感あるだろ。最新情報含めるならレオはかなりマスコット小動物みたいだよね。棒の化身御曹司セコムブリッコゴリラゴリラゴリラ妖怪白ケッキングじゃん。なぎの学名クソアロタ。ジュゲムか。なぎはインナーマッスルだからそんなムキムキではないはず。というかそんなこと言ったらブルロは基本的にゴリラの集まりやんか。御曹司のそうだそうだと言っている。ドクロはマスコットキャラだから OK なんだ。満場一致でチーカワの黒縄はともかく180はしっかりありそうな先導が毎回ちゃんと通されてて感動を覚える。性格面がね、ブルーロックって癖が強いキャラが多すぎてね。マスコットってナギじゃなくてドクロのこと？確かにけなげだし表情豊かで可愛いよな。納得納得。確かにちびっこはホラー系好きだしドクロくんは美骨だから通せるな。あー骸骨のことだったのか、なら納得だね。ドクロならいろんなし。ドクロがありならばチラの怪物も通してもらわないと。ドクロくんってでも人絶望の象徴だよ。本当にマスコットかな？でもレオと別れた時に悲しそうな顔して連携できた時に嬉しそうな顔する素直な子だし、やっぱマスコットかな。は？ドクロちゃん最強に可愛いが？ナギアウト、ジョキインで良いのでは？ジョキはヒロイン枠だろ。ナギの主張するならせめてミッピーもどきの時を出せ。左上は反論の画像だろ。先導は外見じゃなくて中身がチイカワ。よく吠えるポメラニアンことネスも入れよう。ネスハマー入れても。小柄で、自分たちの練習場の場所をうっかり間違っちゃう。ドジっ子天然要素もあるキヨラもマスコットになれるぜ。攻撃性の高いヤンキーじゃないですか。
ケンカッパや石薙とのコンタクトプレイでも負けないミニマムゴリラじゃん。少なくともほぼ公式でヤンキーみたいなやつをマスコットはきついわ。気まぐれ猫ちゃんシャルルは入れますよね。マスコットの意味ってその組織団体のシンボルとなる存在のことらしい。つまり、ブルーロックマン。可愛くないからダメ。時光はムーミンになればマスコットになれるのでは？ムーミンにミッフィーもいるなんてまるでテーマパークだね。ムーミンもミッフィーも白いからあともう一体白いマスコットが欲しいとこ。シナモロール、ブルーロックにいる？ナギなんだわ。ナギはチーカワでミッフィーでシナモン、つまりナギはマスコット。ナギを猫可愛がりするレオの方がおま可愛なんだよな。まあレオを可愛がろうとすると白ケッキングがしてくるけど、ナギがレオの前でしか可愛こぶらないならもうキキララみたいに二人で一つのマスコットとしてセットにするしかないんじゃ。二人なら片方白ゴリラでもサンリオキャラ系のマスコットいけるか。二人でフリフリレースたっぷりパステルカラーの洋服を着てほしい。ただレオの後ろでドクロ出してて振り返ったらグリッコキュルルンみたいなことになりそうだな。実際はレオに対してはキャー喜びみたいな歓声でナギがキャー恐怖みたいな悲鳴が上がるな。レオは自己評価が低いから自分がめっちゃ可愛いって言われてもナギのことを言ってるって思い込んでる。逆にレオ一人でマスコットになったら危険だから白ケッキングセコムナギがたら安心かもしれん。美女恋する乙女世話焼き女房と野獣白ケッキングじゃん。ガガマルさんも顔と仕草だけ見たらマスコット枠いけるだろ。でかすぎない？シゲルハヤが残ればガガ像とナッコロでいけたかもしれん。正直アニメで餃子手づかみで食べてるシーン見てからマスコットキャラとして見てる。ナギがいけるならシドピもマスコットできそうじゃないですか？腹、目とか言ってくるマスコットとか嫌だろ。倫理的にあかんやろ。レオボッチャマも聖四郎様もチーカワかと。言っちゃなんだけど、ナギよりおとどめの違和感が強いなぁ。顔はまごうことなくマスコット顔だと思うが、ピカチュウの進化系です。通してください。サメハダーみたいなライチュウだな。ラーメンの鎧さんでしょ。雷チュウゲットでチュウ。別にそのくらい閲覧注意に当たらないと思うけど、これで閲覧注意ならスレ全体が閲覧注意ではなかろうか。というかレオは単純に可愛い系ではないでしょ。派手顔イケメン可愛いはフィルターかかってる。普通にフリフリはギャグメイドバロー路線では、スレタイヤスレが枯らしてネタスレなのはわかると思うが、ナギ派どっからどう見てもマスコットだろ。見ろよこの人畜無害そうな顔。まあネタスレとはいえ度が過ぎるのはあれだし、同じネタが長く続くようなら別の話題振ろうな。というわけで自分は勝手カブトムシをかぶる斬鉄を押す。ナギはデフォルメでホワホワとかミッフィー顔とかずるいんよ。でかつよなくせにマスコットグサさせやがって。別に同じネタ長々と続けてるわけでもないし、普通に難癖でしかないから通報しとくねえか。嵐が来てもお触りはなしで。少なくともナギよりはイサギバチラの方がマスコット感ある。皆さんどう思いましたか？感想コメントお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。